えー、皆さん、こんにちは。楽天証券経済研究所の土下です。この動画では、テクニカル分析を中心としまして、足元の相場の動きですとか、今後のポイント、こういったところに注目して解説しています。えー、引き続き、この動画をご覧いただきまして、もし気にいただけるようでしたら、いいね、もしくはチャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは、早速始めていきたいと思います。 まずは先週の日経平均の動きから振り返っていきたいと思います。先週の日経平均なんですけれども、週末、11月5日ですかね。この時の終わり値が29,611円。で、前の週が28,892円でしたので、まあ、1週間で700円ほど日経平均株価水準を切り上げてきたことになります。で、まあ、実際にチャート上で確認しますと、ちょうどこの緑で塗りつぶされた部分が先週の値動きになっています。 まあ先週は祝日がありましたので、まあ、4円指というところだったんですけども、まずですね、まあ、最初,初、終、まあ11月1日ですね、この時にまあ窓開けでまあ一段高となりまして、まあ、この日に大きな要請をつけています。でこれによって、2万9000台をまあ楽々とこう突破してで、その勢いのまま、上値ラインですね、まあ、年初来高値の3万トンで795円と直近の高値を結んだ上値ライン、まあ、ここをもう超えてきたと。でまたですね、 29,500円こちらのですね水準も乗せてきたという状況になっています翌日の11月2日もこの29,500円どころで推移しててで、まあ、祝日を挟んだ11月の4日にまたですね窓開けで一段高してったんですけどもこの時ですね29,800円ぐらいまで日経験上がっていきまして3万円も意識されるような ムードになりつつあったんですけども、ちょっと週末にかけてですね、失速してしまったという流れになっています。まあ、ローソク足の並びに見ましても、祝日の11月3日を挟んだ前半がですね、要請が並んでまして、祝日後の まあ木金ですね、4日、5日が陰線が並んでいるというところで、ちょっとですねこの祝日座さんでムードの変化みたいなところも感じられるんですけども、ただ下根の方ですね、しっかりと赤い線の5日移動平均線と2万9500円ですね、まあ、これがサポートとして機能してますので、まだですね、上根をです、ね、追っていくような意識というのは強いのかなと、なので、上根の意識はまあ継続してるんですけども、ちょっとこう勢いにかけているようなまあ1週間だったのかなというふうに言えることができるかと思います。 でですね、この3万円をまあ引き続きですね試せるような展開に持っていけるかどうかというのがまあ今週以降の焦点になってくるというわけです。でですね、同じように日経銀の動き、まあ、こちらもここ何回かの動画でご紹介してるんですけども、まあ、相場のリズムでまあ紹介していきたいと思います。まずま、年初来安値の8月20日から、年初来高値の9月14日。まあ、この時ですね いわゆるこう上昇のリズムで上がっていったんですけども、この年初来高値をつけて以降の株価の下落ですね。ちょうどこの下落分が最初の上昇一般の高値、ここを下回ってしまったので、上昇リズムがまあ崩れてしまって、このピンクの矢印からオレンジの、まあ、いわゆるこう下落推進のリズムに変わっていたというところです。で前回のまあ動画がちょうどこの下落リズムの4番目の波ですね。 4波の保ち合いというところで、上抜けていったら、まあ、上昇の弾みつきそうですよというところで、まあ、前回の動画終わってたんですけども、まあ、実際に先週の値動きによって、まあ、ここをですね、超えていって、なおかつ最初のこの下落の一波の安値ですね、2万9573円。 ここも超えていったので、いわゆる下落のリズムもですね、崩していったと。要は上昇のリズムが崩れた後に下落のリズムになったんですけども、この下落のリズムも崩れてきたというところで、まだですね、相場の方向感自体は明確にこう、上なのか下なのかっていうのは出てない状況ではあるんですけども、で、この4波をですね、崩していった後、この下でですね、まあ、失速していく動きっていうのも、ちょうどこの下落1波の29,573円。 まあここがサポートとして機能してますので、考えられるのが、リターンムーブで再び上昇していくのか、そのまま失速してってしまうのかというところです。まあ、いずれにしても、ですね上昇のリズムが崩れていった後に、下落のリズム、こちらも崩れていったというところで、さあ、次はどっちだというところですね。こういったところからも、ですね相場のまあ方向感というのはなかなか出にくいんですけれども、しっかりしたね、保ち合いを上抜けてきました。で このですね、節目も超えてきましたというところで着実に、こう、下根は切れ上がっていますので、まあ、弱くはないっていうところだけはまあ明確なのかなというふうにうことができるかと思いますで。トピックスもですね、同じような状況になっています。トピックスもこの青い線の25日度平均線、ここを挟んでですね、25日線の攻防だったんですけども、先週の値動きですね。 こちらは日経金と違って、白黒白黒というように、要線と陰線が交互に出てくるような形だったんですけども、まあ相場の値動き自体は、ほぼほぼ日経金と同じような推移辿っています。で、この25日線の攻防から、まあ一段ですね、抜けてたような格好になってって、で、相場のリズムをですね、この年初の高値から最初の下げの安値、ここも超えてきたというところも日経金と共通しています。で、日経金の違うところなんですけども、上値ラインですね。日経平均は超えている上値ライン。 こちらがトピックスについては今ここで揉めてると。で、11月8日の取引スタートしてるんですけども、今もですね、この上値ラインの公募が続いているという状況になっています。ですんで、この上値ラインですね、サポートにして再び上昇に転じることができるか、もしくは跳ね返されてしまうのかといったところが今週の焦点になっていくわけです。まあ、ただですね、こういったあの相場の節目、こうを超えるときなんですけども、まあ、いくつかパターンがあります。素直に超えていって、 相場のムードを切り替えるというパターンもあればですね、こういった節目でしばらく揉み合ってから相場に方向が出てくるというところと、あとは抜けた後に一旦下げて再び反発する。先ほどのリターンムーブですね。まあこういった形に分かれていると。で、まあ本来であればですね、リターンムーブの動き期待したいところではあるんですけども、もしかするともうちょっと揉み合いがですね、続いてしまうかもしれないと。なので、こう上方向の意識が強い割にはですね、ちょっとこうもたもたしているような印象にはなっているのかなというふうに思います。 でまた、ですねこのトピックス、まあ、ギャンアングルと重ねてみたんですけども、ちょうどこのギャンアングルの 4×1 ラインですね、ここに沿って動けていければ、まあ、とりあえず、堅、え、調、っと、な推移であるのかなということができるかと思いますんで、まずはですねこの下落の横のラインですね、この節目、ここと 4×1 ライン、ちょうどこの間ですね、ここがまあ目先の想定レンジになるのかなというのが、まあ、あの基本的なシナリオになってくるのではないかというふうに考えています。 で、以上を踏まえてですね、今週のものによって見ていきたいと思います。まずは左側の国内なんですけれども、景気ウォッチャー調査があったりですとか、あとは週末ですね、オプションとメニ先物の,の取引の S q が控えてますので、特にまあオプション取引の S q ですので、よく売買されているまあ権利越し価格250円刻みですね。まあ、ちょうど今で言うと29,500円。 だと思うんですけども、まあ、上を見ていくんであれば2万9750円で、さらにその上が3万円と、で下を見ていくんであれば2万9250円、2万9000円といった形で、まあ、取引量が、まあ、オプション取引の取引量が多い権利行使価格ですね、この辺でです、ね、値段が、株価水準がまあ上下していくような展開がまあ見込まれるのかなというふうに思います。 で、右側の海外なんですけども、まあ、これ後でもやるんですが、中国から見の材料が非常に多いです。で、今日からですね、まあ、政治イベント、六中全会というのが中国で開かれます。まあ、中国共産党の中央委員会とのがあるんですけども、その中央委員会のメンバーが集まる全体会議ですね。まあ、これが開かれていって、まあ、よく新聞の報道でも歴史的決議が行われるんじゃないかと言われてるんですけども、経済のですね、経済政策に関する、まあ、話は出て、 来る可能性はかなり低いんですけども、まあ、ただ、いわゆるここ直近というのは、共同富裕というスローガンのもとにですね、まあ、いろんな業界ですとか企業にまあ圧力ですとか規制をかけている動きがありますので、この勢いがですね、この6中全回を境に強まってしまうかもしれないみたいな、まあ、いわゆるこの会議の政治色のトーンですね、これがまあ意識されるのかなというふうに思います。またですね、11月の10日には、物価関連の経済指標も発表されます。 まあ消費者物価と生産者物価なんですけれども、ここ直近の傾向としましては、消費者物価の伸びよりも生産者物価の伸びが非常に強いと、前回、9月の統計は統計開始以来、最大のですね生産者物価の伸びを示しましたよというところで、非常にこうギャップがあるというところです。いくつかあるんですけどもまあ当局が いわゆるですね、まあ、物価を抑えるっていう、こう介入をしていって、まあ、消費者物価指数がおた抑えられていると。ただ、原材料価格は上がってるんで、生産者物価が上がっていると。当然、その幸せが企業に行きますんで、まあ、企業の業績にも影響を与えてくると。となってくると、当然支払う給与もですね、影響出てきて、引いては消費にも影響出てくるんじゃないかというところで、ちょっとこれ、中長期で見ていく必要はあるんですけども、まあ、こういった生産者物価と消費者物価のですね、 まあ、ギャップというのが、まあ、この10月も続いてしまうのかといったところでこう注目されるというところです。で、翌日の11日には、まあ、ここ数年ですね、この時期になると話題になる独身の日と言われるやつですね、まあ、一大商戦のイベントがあると。まあ、アメリカでいうクリスマス商戦みたいな感じで、いわゆるこう、ネットを通じたまあショッピングですね。まあ、これが盛り上がる日というところで、まあ、この盛り上がり動向というのも注目されるのかなという状況になっています。あとはですね、 あの、アメリカに上場している中国企業、もしくは香港に上場しているまあ中国企業の決算もいくつか予定されています。8日にはテンセントのまあミュージックエンターテイメントありますし、あとは9日にはですね、電気自動車をまあ開発しているまあニーオですね、これが発表されたりですとか、あとは10日にはまあテンセント本体ですね、これ香港上場のまあ決算発表されると、あとは EC サイトのこうピントーとですとか、あとウェイポーなんかも発表されるという流れになっています。 引き続きですね、国内の方を見ていきますと、まあ、決算発表、あの相変わらずまあ目白押しとなっています。えー、と全体ではですね、今週1週間で1670名柄ほど予定されているんですが、まあ、こちらで表示しているのは、時価総額1000億円以上の名柄をまあ時価総額順に並べているという状況です。えー、まあソフトバンクがあったりですとか、まあ、NTT 制度があったりですとか、まあ、ブリジストンがあったり、まあ、東京エレクといった具合にですね、引き続き注目の企業のまあ決算が予定されているという感じになっています。 でですね、引き続き、まあ、上値にしか強いというところで、じゃあ、上値の目標値はどこなのかっていうところなんですけども、まあ、これについては前回とあまり変更はないんですが、えっと、目標値計算ですね、ここで改めて確認していきたいと思います。前回の動画ではですね、この年初来安値と年初来高値、26,954円から3万トンで795円。この上昇幅ですね、これをベースに、まあ、いろいろ計算値やってたんですけども、これでですね、出していくと、 まずですね10月6日の安値からこの3141円をプラスした、まあ、N 計算値ですね、3 1134円と、あとはこの3841円を9月の14日の高値ですね、ここから上に伸ばした E 計算値 3, 4,、3 4636円、この2つ、前回の動画で紹介したと思うんですけども、もう1つですね、こちらですね、直近の、まあ、10月6日と直近高値の10月20日、これですね。 この上昇幅、まあ、2196円なんですけども、これをベースにまあ同じように N 計算値と E 計算値を出してみたいと思います。N 計算値はいくらになるかというと、この上昇が止まって1回押したところ、10月25日、ここを起点としますので、まあ、N 計算値で3万トンで668円。で、E 計算値で3万1685円となってきますと、 まあ大体ですね、この価格帯あたり、ここら辺がへんが上値の目標値としてまあ意識されやすいのかなというふうに考えることができるかと思います。となってくると、まあ、先ほどのこう相場のリズムを見てきたように、まあ、3万円を超えるというのは、ある意味、相場のリズム的にはまあ通過点となる可能性が高いということありますので、まあ、3万円を超えた後です、ねまあと、ここら辺まで上がりそうだなというところは頭に入れておいたほうがいいのかなというふうに思います。で、ですね、もう1つこの上値の意識の強さ、これもですね、 あの、移動平均乖離率の、まあ、ボリンジャーバンド、こちらで見ていきたいと思います。で、ご覧いただいているのが、25日同平均線の乖離率のボリンジャーバンドなんですけども、足元ですね、11月5日時点で、まあ、率、プラスの2.98ほぼほぼ、まあ、プラス3%ぐらいまで到達しています。で、今回ですね、注目するのが、まあ、この3%という数字なんですけれども、実はですね、この3%の横に引いていくとですね、このように相場の節目となることが多いと、 いうことが見て取れるかと思います。まあ、例えば直近ですね。3%乖率3%をこの回率は超えてくるとまあ、上昇の弾みがつきやすい。反対に跳ね。返される場面も。 いくつか見られるというところで、まあ、ここを、ね、順調に超えてくるのか、下げてくるのかというところで相場の方向感を探るといった見方もできるのかなというふうに思います。まあ、ちなみにです、ね、先週末時点の、まあ、それぞれのプラス2シグマからマイナス2シグマのパーセンテージと、先週末の25日動平均線の値ですね、これで計算していくと、まあ、プラス2シグマで3万円を超えますよと。 マイナス2シグまで2万6000ですよと。目先ですね、この3%意識されるかと思いますので、下げても、まあ0、0%ラインのところなのかなと。まあ、つまり、25日等平均線がまあサポートとして機能できるかどうかといった流れになってくるので、目先の値動きとしては、こっから上の範囲ですね、ここら辺がまあ想定のシナリオになってくるんだろうというふうに思われます。でもう一つなんですけれども、週足でも見ていきたいと思います。前回ですね、 この13週、52週、26週、この3本に同平均線がまあ密集してるんで、この密集地帯をですね、どう抜けていくかというところが注目されますよとお伝えしたんですけども、まあ、目先ですね、上抜けてきましたという状況です。で、同じようにですね、これちょうどまあコロナショック後の安値ですね、ここを起点としたギャングルを引いてくると、まあ、2かけり一ラに沿ってまあ推移していますので、 まあ中長期のトレンドも、ですねまだこう上方向に意識は残されているという状況になっているかと思います。でですね、まあ、このようにまあ日本株の動きだけを見ていくと、まあ、上方向意識しつつも、ワネがもたついているなあといった印象なんですが、気になるのは、ね、アメリカ株との会議ですで。ご覧いただいているのはニューヨークダウンの冷やしチャートなんですけれども。 まあこのようにですね、8月16日のこれまでの高値35,631ドルなんですけども、ここを超えてからの上昇がまあ半端ないというところで、11月5日の終値で36,327ドルまでつけているという状況になっています。まあ、このように非常にですね、力強い動きとなってまして、で、この10月の下旬にですね、ちょっと長い陰線出てきてはいるんですけども、長い陰線が出てきた後が、要線が 7つ並ぶ7要連という形になってますし、さらにこの陰線を挟んだ前ですね、こちらも9要連というところで、実は10月の半ばからのですね、ニューヨークダウというのは、陰線が実は2つしかないという、非常にこう強い動きとなっています。となってくると、こうアメリカ株の上昇の流れに、まあ、日本株がいまいちこう乗り切れてないというところが、まあ一つ。 相場のですね、気になるところだと思いますでまたこうニューヨークダウというのは25日同平均線と50日同平均線ですねこれゴールデンクロス達成しています唯一ですねあえて一網をつけるんであれば雇用統計がですね発表された後のこの11月5日の動きですねちょっと上髭が長いのでさすがに上昇の勢いに一風化が出そうだなといったところがあるんですけどもこの上髭の長さ以外はですね非常に力強い動きを示しているわけです で、こうしたアメリカ株の上昇の背景なんですけれども、まあ、例えばこう長期金利ですとか、あとは原油をはじめとした、まあ、資源価格がですね、一服してますよといったところがありますし、あとはコロナの治療薬ですね、治療薬がまあ普及すれば当然経済のですね、再開。 まあ再稼働というところもですね、まあ、スムーズにいくだろうというところはあります。あとはこれ、日米共通してるんですけども、まあ、決算をまあ交換する動き、あと先週、FOMC 開かれたんですけども、まあ、想定通りテーパリングの開始というところは、ほぼほぼ確定なんですけども、まあ、その後のこの利上げというものに対して、まあ、どちらかというと、ハとは姿勢なんじゃないかというところをまあ嗅ぎ取って、まあ、イベント通貨の悪抜け感というところでも、アメリカ株ね押し上げた要因なのかなと見えるかと思います。 で、もちろんですね、こ決算を交換する動きですとか、あとはこのコロナ治療薬によって、あの、経済再開の動きになってくると、まあ、日本株というのは、世界の景気敏感株というふうにこう、見られてますので、もうちょっと日本株上がっても、まあ、良さそうなんだろうなと思うんですけども、まあ、実際そんなに上がってないというところを踏まえると、どちらかというとですね、まあ、考えられるシナリオとしては、まあ、日本株がこう、出遅れてるのか、もしくはアメリカ株がですね、ちょっとこう、楽観ムードを先取りして、 強い動きを示しているのかっていうまあ2つのですね考え方ができるのかなと思います。まあ、おそらく正解は、この両者のですね考え方がまあミックスされているだろうとなってくると思いますので、引き続きですね日本株は出遅れ修正があるか、米国株というのはちょっと加熱気味のチャートを見てもです感じ取れるかと思いますので、こういった加熱感に変調を来さないかどうか、この2点がですね今週の注目ポイントになるだろうというふうに言えるかと思います。となってくるとですね、 まあ、アメリカ株を見ていく際には、まあ今非常に強い動きを示してますので、逆張り指標ですね。ちょっとこう、売りのサインとなるテクニカル指標。まあこういったところに注目すべきなのかなと思います。で、ご覧いただいているのが、上がですね、まあボリンジャーバンド。下がですね、RCI と呼ばれるものになっていきます。 でまずですね、上のボリンジャーバンド見ていきたいんですけども、まあ、このように足元のですね、ニューヨークダウが上昇する起点となったとき、ボリンジャーバンドですね、このように上下にまあバンドの幅が拡大していってトレンドが発生しましたと。で、この時にトレンドが一服するタイミングどこなんですかという時にですね、まあ、前の動画でも紹介したんですが、トレンドが出ている方向の反対側のバンドですね、こちらの向きが変わると、一旦トレンドが一服しますよと。で、再び力強い上昇を示していると。 でこれによってですね、バンドの向きというのが同じ方向、プラス2シグマからマイナス2シグマまでのそれぞれの線がですね同じ右肩上がりになっていると、その中で株価がですねプラス2シグマとマイナス1シグマの間で推移していく、まあ、バンドウォークと、まあ、トレンド継続のですね形になっているという状況になっています。ですので、今ですねこの株価がプラス2シグマと プラス1シグマの間で推移している間は、まあ、上昇気象が続くというふうに見られますので、まあ、この相場にですね変調を来すのであれば、株価がこのプラス1シグマをまあ割り込むとなってくると、ちょっと注意が必要になってくるというところですので、このバンドウォークと株価のまあ関係ですね、これを落ちていく必要があるというのがまず1点目ですね。次に下段の,ああの RCI、これも見ていきたいんですけれども、まあ、RCI というのは時間とですね、 株価をですね、まあ、順位付けして、その関連性からまあトレンドの方向性を見ていきましょうという、ざっくり説明する、そういった、まあ、押しデーター系の指標なんですけども、まあ、ここで表しているのが、9日、まあ、短期の線と13日間のまあ中長期の線、この2本を表しています。で、足元ですね、この9日が13日をこう上抜けるという形で、まあ、上向きのクロスになっているんですけども、で、この RCI で注目していくのは、逆の方向ですね、この9日の線が13日を下抜けると、 いっった状況の時にに注意が必要になっていきます実際ですね、いくつかこの9日の線が13日を下抜ける場面、見られてるんですけども、まあ、この時にですね相場、例えばここだったりすると、その後株価下がってます、ここもそうですね、株価下がってますといった具合に、結構ですね、あの 株価、相場の上値が重たくなったり、株価が下落に転じるということが多いですので、9日の線が13日を下抜けるといった展開には、まあ、注意が必要かなという,うに思います。まあ、どちらかというと、この RCI というのは、まあ、あの強いトレーナーが出ているときというのは、天井圏で張り付く傾向がありますので、この天井圏の張り付いた RCI が下向きに転じたタイミング、要は売り待ちの指標としてよく使われますので、まあ、RCI の動きというのもチェックしておいた方がいいのかなというふうに思います。 で、同じようにですね、ナスダックも見ていきたいと思います。ナスダックもですね、同じようにこうバンドウォーク、特にですね、ナスダックについてはプラス2シグマにほぼ細って推移していってますので、あの先ほどニューヨークダウンと同じように株価がプラス1シグマを下抜けるタイミングに注意という見方は、まあ、ニューヨークダウンと一緒かなというふうに思います。で、R シェアの方なんですけども、先ほどニューヨークダウンよりもより,めより明確にですね、強いトレーニングが出てる時というのは、この R シェアの値が天井圏で 張り付く傾向が見て取れます。足元もそうですよね。天井圏で張り付いてます。で、よくですね、頻繁にこうクロス出てますので、騙しも多いとなってますので、となってくると RCI、ちょっと別の見方をする必要があります。で、どこに注目するかというと、これ、銘柄によってですね、まあ、癖はあるんですが、まあ、このように塗りつぶした部分、まあ、ここではプラス75%からマイナス75%、この範囲をまあ塗りつぶしているんですけども、つまり、この9日、内社13日の線がですね、 この塗られたゾーンに踏み込んだタイミングですね。ここがまあ売りのポイントになってくるというところになってますので、ナスダックの RCI を見ていく際には、まあ、クロスと同時に、じゃあこの線がですね、この塗りつぶされたゾーンに入ってくるかどうか、こちらも注目になってくるかと思います。で、実際にですね、まあ、このように矢印で示しているんですけども、この RCI の線がこのゾーンに入ってきた。って時に株価が下がっていることが多いことが読み取れまして、反対にですね、 下、マイナス75%下抜けてからですね、このゾーンに踏み入れてくると株価が反発している局面が多いというところも見て取れるかと思います。で特にですね、金利の動きですとか、そういったのに敏感に反応するナスタックの方ですので、まあ、入浴だとナスタック、まあ、両方見ていく必要はあるんですけども、特にナスタックの動きに今週は注意が必要かなというふうに思います。 でですね、まあ、最後なんですけども、まあ、今週は中国絡みの話題が多いというところで、まあ、先ほどもです、ね、予定で紹介しました、6中全会がありますよですとか、あとは中国恒大集団のですね、利払いが8249万ドル、これ予定されています。で、企業決算もあります、独自の日もあります、物価関連者の発表がありますと,とありますので、まあ、ちょっと中国株市場のです、ね、動きというのも、もしかすると影響を与えるかもしれないので、頭の片隅に置いておいた方がいいのかなというふうに思います。 解説は以上になります。足元の日本株はですね、上値の意欲というのは強いんですけれども、ちょっとそのアメリカ株とのですねギャップといいますか、開きというのがありますので、この開きというのを日本株の出遅れと捉えるのか、アメリカ株の楽観と捉えるのか、両面でですねちょっと見ていく必要があるという局面に差し掛かっているかと思いますので、引き続きですねこの動画で解説したポイント、これに沿ってですね相場をウォッチしていただければなと思います。 またですね、楽天証券の投資情報サイトトーシルでも、まあ、テクニカル風ン火山というレポートを毎週月曜日に、まあ、アップしてますので、そちらも合わせてお読みいただければと思います。まあ、来週もこんな感じでですね、まあ、解説していきたいと思いますので、もし気に入っていただけるようでしたら、いいね、もしくはチャンネル登録の方よろしくお願いいたします、えー。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。